球ですね。いいですね。なかなか、大きいですよね。はい、迫力十分です。いい動きを見せております。両選手。篠田さん、はいはい。先ほど篠田さんおっしゃいましたけど、佐久間選手、ちょっとこのところですね、熱が届いてましてね。あ、そうですか。38度5まで上がったそうなんですけどね。なるほど、5日間ぐらい、休んでまして。そうですか。その間に、このサングリグザベスト86のですね、2試合休んでしまったと。やはり休んでしまったなるほど。その辺、詳しいところに見ますね。そうでしょうね。そしてまた、その佐久間の風がですね、今日はなんとなく山崎一にも映っていると、自分で声が出なくなってるんですよね。あ、そうですか。まあですから決してコンディションは良くないんでしょうが、しかしそんなことは言ってはいられません。ジャガー、はい、いかがですか、この2人のねシングル対決。そうですね、もう最初からすごいいい動きで、いい動きですね。気を与えない、はい、やっぱりどちらも負けられないって気持ちが出てますよね。そうですね、はい、まあ体調がね今ちょっと悪いというのが、三宅レポーターからも入ってるんですけども、しかし、まあ、少々の熱とかどこが痛いなんていう場合は相当精神的なもので吹っ飛んじゃうわけでしょ、リングに上がっちゃえば。そうですね、多少試合前までは甘えたこと思ってるんですけどね、リングに上がったらお客さんは、ね、熱もあるなか甘えたくなるところもありまして、お客さんのお腹の具合が悪いとか頭が痛いんだとか、いやちょっとこのところねどうも思うような試合ができないんだなんて、まあ、愚痴をこぼしたりすることもあるんですが、実際こうして試合始まってみてリングに上がってみてもガラッと違ってね、何か騙されたような気になることが山本さんよくありますよね。そうですよね、もっともこういうマネスラー関与といいますかね、はい、やはり本当に体調万全というねベストっていう状態がそう何日もあるわけじゃないんですよね。そうでしょうね、はい、まあ300試合ぐらいをですね年間消化していくわけなんですけども、確かにベストコンディションで、しかもベストのファイトができたなんて思えるっていうのは、ジャガーほどの選手もそうはなかったんじゃないですか。そうですね、毎日やってるとやっぱり今日は試合したくないなって心の奥には思うんですけど ね、そうですよね、上がった時にやっぱり変わりますね、こんな気持ち突っ込んじゃいますけど、まあそれがプロでしょう ね、はい、まあ、かつてね、OL時代を築いた長嶋茂雄さんなんかもね、どんなに体調があっても球場に入ってマインナーのスタンドを見るとですね、もうすべてそういったことを吹っ飛んだりしております。さあ今人気最高のレディーエンジェルスでありますが、今日はシングル戦でも一ついいところいい味を見せてもらいたいものであります。もともと宮本さん、舘野紀夫選手というのはシングル志向といいますか、シングル戦で戦ってもなかなかいい味を出すことですよね。そうですね、まあ、山崎さんの藤浪もそうですよね、はい、まあ特に粘っこいものを持っております舘野紀夫。一方の山崎は、まあやはり最後はおそらくミサイルキックというんでしょうか、鮮やかな空中殺法でなんとかこの、まあ、いつもタッチコンビを組んでいる舘野を出したいと思っているに違いありません。今はその前哨戦という感じであります。30分一本勝負、お互いに相手の手の内を知っているだけに、あるいは序盤戦試合がやりにくいんじゃないかなと思ったんですけども、ジャガーも言っているように積極的に次々に技を出しまして迫力十分の試合を展開してくれております。今攻めているのが山崎です。山崎は兵庫県の伊江島の出身であります。一方の佐久間は栃木県の足利の出身であります。今日は男鹿半島の中心です、国定公園男鹿半島、まあこれから秋のシーズン、あるいは厳しい冬を過ごしました春のシーズンというのは、まあ、観光客が最も多く訪れる時であります。まあ今日もたまたまこちらの方がどういったタイミングでどう勝負をするかであります。舘野が詰める、そして山崎が詰める。山本さん、どういうふうに予想しますか、この一戦は。そうですね、やっぱり舘野、まあ、自分で、まあ、スタミナ不安がありますとかね、はい、やっぱりちょっと勝負に出てきましたよね。はい、レッツブリーがそれからもうラリアットを仕掛けました。はいはい、さあそして変化し詰めに来ております。ちょっと山崎が苦しい体勢になりました。舘野紀夫、もうすでに顔面が汗びっしりであります。今日は再三お伝えしておりますが、ちょっと舘野紀夫選手体調は十分ではありません。もちろん山崎一の方もこれまで声が枯れておりまして、やはり風邪気味のコンディションであります。お山崎一戦の佐久間の背中をつかれてますね。さあ足を持った
すように足を踏めておりました縦野、そして足を向きの体勢に入りました。さあ足を向きやりま力があります縦野の森を。縦野のこの足を向きというのはジャガーね、ジャガーも実際に何回か受けたことありますか。そうですね、ありますね、シングル、はい、どまりなかなか足の力あるんじゃないんですか。そうですね、結構半身しっかりしますから、はいはい、力もありますね。そうでしょうね。さあ足を向きで山崎を進めております。縦野の森を今度は山崎が苦しむ番であります。やはりね、汗がどっつり浸しております山崎。なかなか施すいたしません。がっちりと入ってるようですね。さあポジションもいい、ほとんど動けません。さあどうするか山崎、じりじりと今ロープの方に、ロープの方に行っております。力がいるでしょうね。かけている方もね、引られている方も痛いという足を向けやります。30分1本勝負のこの試合、今15分を経過いたしました。山崎と縦野、相当がつき入ってました。さあ縦野、縦野の方が行く。やはり足を徹底的に攻めるということは山崎のミサイル機関を十分に警戒しているということなんでしょうか。そうですよね、やはり集中殺法が得意なね、はい、山崎を、封じ込めるやっぱり足が一番効果的だと。そうなんでしょうね。そうですね、はい、この足を振っておいてなんとか、縦のとしてもジャーマンがあります。それからジャンピングにいいパットがあります。最初はね、あまり技を持ってなかったんですけども、縦野も深く自分のパーツにするんでしょうか。得意技が増えてまいりました。ここ一発という技ですね。はい、縦野の方が体力がある技ですね。そうですよね。先ほどは、ちょっと山崎のダブルアームのスープレックスを出しておりますが、縦野のりおはですね、本当に体力十分のジャーマンスープレックス登場を持っております。まだ山崎一気に足を詰めております。縦のノリオ、この徹底的な足攻撃が見たジャガーね、はい、どうですか。そうです、2倍強い攻撃してますよね。そうですね、もう絶対離さない、この辺りも縦野の執念といいます。山崎が強いに感じます。おっと、どうか、マンジュをやります。山崎一気のマンジュをやりました。マンジュが中に入りました。若い選手たちももちろんリングサイドに集結しておりますが、果たしてですね、こういった若い人たちがリングの中に入ってまいりますか、あるいはこの中の一人で堂々と小倉由美の挑戦を受けるか、このあたりやはりちょっと宮本さん見どころですね。そうですよね、はい、できることならばね、乱入とかそういうことは一切なしにね、やはりブルの中のもプライドがあるでしょうからね、はいはい、同期生に対してやはり正々堂々とやってほしいですよね。そうですよね、はい、まず序盤戦が展開されております。小倉由美が鮮やかに先制攻撃を見せました。その後ブル中野も反撃いたしました。そして今グラウンドに入ったところであります。超満員の大田区体育館、今年度の最後を飾ります熱戦が展開されております。小倉由美の右足を持っておりますのがブルー中野です。さあちょっと苦しそう小倉由美、最初はアキレス腱固めみたいな形ですね、はい、小倉選手の方がね、はい、アキレス腱固め出たんですけどね、今度は一点攻守変わりましたね、はい、このアキレス腱固めはジャンボコリとかね、大森ゆかりとかこういった選手が開発いたしました。しかし今後輩にも受け継がれております。中野選手カウントが入りました。小倉必死の攻撃でやります。今の小倉の攻撃どういうふうにご覧になりましたか。そうですね、やはりチャレンジャーらしくね、はい、思い切ってぶつかっていってますよね、なかなかいいようですね、はい、今日はやはり体力差では負けますからね、はい、こういう空中技を思い切り使ってどんどん、ね、追い込んでいってほしいですよね、はい、
山崎隙を回すようなロープを使いましたね。反転キックから鮮やかな反撃に移りましたのが小倉由美であります。そしてグラウンド依然として小倉の攻勢が続いております。大田区体育館、さあ念願のチャンピオンベルトを奪取することができるかどうか。小倉由美、自分が持っておりますジュニアのチャンピオンベルトを献上いたしまして、今日フル中野に挑戦いたしました。文字通り一ランク上に上がりたいという小倉由美の執念であります。まあここまではなかなかフル中野を圧倒いたしましていい試合を展開しております。ボディスターズに入っております小倉由美、まあしかし今年1年本当に大きく成長いたしましたブル中野、まあ、今日は体調を崩してやや苦しい試合のようでありますが、太ももそして腰のあたりの充実、なんとも目を見張るばかりですね。もちろんそうですね、はい、その大きなブル中野にボディスターズに行っておりますが、逆に苦しい対戦になりましたのが小倉優であります。さあ小倉立ち上がった。若手の練習ではいつもこの小倉由美がですね引っ張っていって厳しい練習に耐えているそうですね。そういう意味ではね、はい、非常にあの熱心なね、あの本当に頑張り屋さんですね。そうですよね、はい、修行者といった形がねぴったりくるようなそんな小倉由美であります。しかしこの1年はなんとなくリング上の試合では恵まれておりませんでした。もうそろそろ昭和58年のね先頭に立って活躍してほしい小倉由美であります。しかしブル中野大きく成長いたしまして、やはりそれだけあの小倉が追い込んでますよね、はい、今日は少なくとも小倉気合の上では負けておりません。途中ちょっとヌンチャク攻撃でお腹を苦しそうに抑えておりましたが、またようやく回復してまいりました小倉由美。得意のジャンピングニーパットも出ました。そして今グラウンド小倉の攻勢が続いております。大田区体育館、さあ足を固めました。どうしようというんでしょうか。弓矢が止めに行くか。弓矢が止めに行きました。さあどうか、強引に弓矢が止めに持っていきました。体勢は崩れておりますがちょっと苦しそう、ブル中野苦しそうであります。あーこれは相当効いてますね。さあブル中野ギブアップはいたしません。しかし自分の手で顔を押さえております。苦しさに耐えております。